はい、それではアーマードコア6ファイアーズオブルビコン続きやっていきましょう。でまずアセンブリなんですけれども、まあご覧の通りっていうのも雑だなとは言って、まあご覧の通りです。左肩のパルスシールドなんですけれども、正直使い方がまだよくわかんないんでミサイルにしちゃいました。火力重視でね。ブレードな、まあでもね、逆足ってなんだろう、蝶のように前、蜂のように刺すイメージあるから、やっぱブレードは持ってた方がかっこいいよね、単純に。じゃあ、ということで、なんかレッドガンの連中がね、生きって壁越え壁越え言ってましたけど、その壁越えに押しかけ助っ人することにしましょう。ルビコン解放戦選挙点に対する友軍突入支援、および重装機動砲台、ジャガーノート撃破。これは強いですよ。だって、ジャガーノートだもん。弱いわけがないもんね。これ途中合流する領機あり、これが楽しみだよね。またあいつらじゃないの、なんだっけ、イグニスと、もう名前覚えてないわ。行きましょう。雑魚の名前なんていちいち覚えてらんないんですよ。621言うわ。アーキバス本社から直々の依頼だ。なんだウォルト、言ってみろ。企業たちが壁越えと呼んでいる作戦、うんね、その協力要請になる。これ壁越え企業たちって呼んでるってことは、あ、出た、スネイル。あ、これより作戦内容を伝達します。そっか、ダーフォンじゃないんだね今回。だからレッドガンじゃないのか。作戦行動に臨めること、光栄に思いなさい。どの立場だこの人。ルビコン解放戦線が拠点化した交易場の要衝、通称壁を攻撃します。敵は壁を破壊するってこと。 MT 部隊により防衛ラインを形成している。まずはそれを突破し壁上に到達しなさい。なんでこの人こういう口調なんだ。そこに配備された重装機動砲。メガネクイーってしてる絶対ね。ジャガーノートの撃破が依頼の達成条件だ。重装機動砲台か。本作戦においては我がベスパーの第4隊長も別ルートで進行します。スター4ラスティ。先走り壁越えを果たそうとしたベイラム部隊は、あ、物の見事に壊滅しています。あ、そうなの。ダッサー、あいつら。せいぜい犬死にしないように気をつけることです。え、レッドガンの連中負けてんじゃん。ダサなんだあいつ、口ほどにもねえな。もう名前なんか覚えちゃいねえよ。それじゃあ行きますか。レッドガンの二の舞にならないようにね、気をつけて臨みましょう。ルビコン解放戦線の防衛拠点、通称壁を、壁っていうのがいいじゃんね。シンプルかつさ、なんか迫力があってね。任せろオルタ、示してきてやるよ。メインシステム戦闘モード起動。あれが壁か。いや本当に。まずは友軍アーキバス部隊の追払いを行う。外区への進行を阻むガトリング砲台と、その先の防水音。あの動いてる AC、 これはもう友軍ってことか。敵将からの砲撃が激しい。なるほどね。射撃をうまく使い、おお本当に。火線がすごいな。この壁は越えられんぞ。ねえ。コーラルよ、ルビコンと共にあれ。いや本当に本当にすごいっすよ。え、友軍どこ行った。あ、いたいたいた。友軍お前もたもたしてんじゃねえぞ。しょうがねえ、このロートルについてこい。行くぞ新兵ども。当たった当たってしまった。壁の上から撃たれてるのか。そんなことはないんだね。いや撃たれてんな、壁の上から。 50%、 もう 50% なんだけど。リペイキッド使っちゃったよ。マチクのガトリンク砲台、四駆型 MT を破壊する。はい、ターゲット書いてあるんですもんね。あれか、ガトリング砲台か。ちょっと待って、激しい激しい激しいって。やば、いってしまった。いやボタンちょっと待って、格闘攻撃考えもんだな。なに、ま、すげえいるすげえいる。
これちょっとレッドガンの連中二の舞になっちゃうよ。普通にシャレになってない。上にいるね。ガトリング砲台っつうのかな、もう絶え間なく撃ってくるってことだもんね。目の前にいた。これ砲台なのか敵は。なるほどね。でもゆっくりやろ、落ち着いてね。焦ってもしょうがない。こっから、待って、ロックオンできないの。あれもしかして盾ついてないか。盾ついてるね、やっぱりね。なんとかして、いったいったいったいなんとかして一気潰せれば。だけど潜り込む、こっから潜り込んで一気に片付ける。なんでお前なんだ、ふざけんな。よいしょ、力技。あぶな、ダメだろ今の。おおお、すごいよすごいよ。ビルに隠れよ。ビルにお住まいの皆さん申し訳ございません。破壊したのか。よし、ちょっとレーザーポイントやめてください。迫力があるんで。上行っちゃうと絶対危ないよな。外部に侵入されているぞ。短期だと。シカイクって短期って何？え、僕だけですか？おい、それアーキモス、お前本気でやれよ。いや、傭兵マクサおかしいだろ、傭兵一人に任せんのは。話が違うぞ。これは狙えるところまで行くのが大変だな。そろそろ狙える？いやいや、やりすぎだってこれ。マチクのガトリンク砲台4脚型 MT か。そうか、別に上は無理して相手しなくてもいいんだな。このレーザーポインターが見えたら走ればいいか。どこだ、あれか。いや、真ん中にいるんだよな。おお、愛なんかかぶせねえよ。暗いな。来た、おら、裏手にも AC。 あ、そうか、そう、合流する部隊か。当たらねえよ、アマチュアが。当たったしまらん。これ走っていくと、走っていくというか、そのブレードで突っ込んだところにガトリング全部食らったな今。でも上行ったらいるんじゃないの。壁内部、こっちからじゃないよね。え、そどこから。わわわ、いるいるいる。弾が足らん。でも これ扉じゃないのか、開かないのか。壁の上に、いや怖い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 。壁の上に行けってことね。あれか、そこちょっと、まあ抜けてきゃいいね。これ飛んで飛ばして、飛んで走る。よし、これで隠れながら行けたぞ。内部への侵入を確認した。弊社での戦闘に備えておけ。まだ戦闘あるのか。弾がないぞウォルター、弾の補充できないか。これいるいるいるわ。聞こえるか、こちらベスパー4出た、ラスティ。なんかかっこよさそうな声。どうやら話に聞くようにできるらしい。ねえ、なんか、え、ちょっとなんかいい人っぽい声なんだ、ラスティ。スパー部隊の番号付きか。番号付き、かっこいいな、番号付きって言い方。当てにはするな。そうだね、イグニスとかあの辺がね。動員は満載か。こちらもやられている。よいしょ、当たらねえよ。
エネルギーが上がった。これ全部か。次は上だね。まだいる。さっきまでいたこの人。よし、なんか慌ただしすぎちゃってさ喋れないいや楽しいな。一回回復しとくか。リペアキットこれ全部だ。しかし AC がなんかさ、他の建造物がギガストラクチャーすぎてさ、なんか AC のサイズ感がねいまいち入ってこないよね。ただとてつもなく全体的にいろんなものがでかいんだろうな。だって市街地にあったビルが、あっ補給シェルファーマジでありがたいあるんだ。リペアキットとかある。あれちょっとあれ補給シェルファーの方は。お、出た。これが君がレイブンか。ラスティ、逆足じゃねえか。あのハンドラーウォルターの子飼いらしいな。ウォルターって有名なんだね。出た、これがジャガーノート。これも巡り合わせだ。でかっ壁越えと行こうじゃないか。ちょ、でかいでかい。ラスティ、え、てか補給はできたの。重装機動砲台ジャガーノート、正面から攻めるのは得策じゃないそれを正面から行ってしまう。スティールヘイズのスピード、かっこいい。何それ。背後からやってやるよ。ほらもう一つ。何ちょっと、え、なんか機体の名前あんのかっこいいな。なんだスティールヘイズって。いやラスティ普通にいい人っぽいねえ。どっちが正面かわかんねえ。見せてくれるだろうラスティ。さすがはウォルターの旅券。行くぜラスティ、ついてこい。こちらベスパーフォーム。何なんか了解してんだけど。ラスティが、司令部のスネイルから情報が入った。何、敵の増援が迫ってきている。増援、嘘。共倒れだ。悪いが、ここは君に任せる。任せられちゃったよラスティ。任せとけよ。ここからは踊り抜きだ。621承知した。ウォルタ、まあ、ラスティいい人だからね。その信頼に応えてやるよ。見ておけ、逆足の性能ってやつを。あ、すいませんでした。危ねえ危ねえ弾がない、弾が。頼りになるのはブレードなんかね。なかなか回り込めないな。キャッ、なんだと。てか弾がないと、その補給シェルバーはどこ行ったんだ一体。残り 30%なんか見逃してたんだろ多分。引かれる、危ない。これシンプルに体当たりが痛いなこれ。あー、しまったー、ラスティー。いや死体打ちやめろ、マナーがなってないぞ。いや補給シェルバーを逃したのがね、あの最大の敗因ですね。これあれよね、あの回復した状態からスタートね、残弾を。おい、ラスティ背後に行けてないぞお前。来るぞ、引かれるのよ。これ正面はシールドになってんのか、なんかパルスシールドみたいなの貼ってるね。あ、このブースター部分に徹底的に叩き込めてね。お、ラスティも行ってる、切り込んでんじゃんね。さすがだぞラスティ。さすがはウォルターの旅券。あのラスティね、シンプルに褒めてくんのくれのすげえ楽しいやっぱもうね、年寄りになると褒めてくれないですよ誰も。できて当然みたいなね部分あると思うから、褒めてくれるのめっちゃ嬉しい。ほらそれでね、褒めてくれるからラスティすげえ好きになったもん。おぶね、バックとかあんの、あんた。了解した。
司令部のスネイルから情報が入った。オッケー、ラスティ。敵の増援が迫ってきている。弾かれてるんだ、弾ねえ、チンチンって言ってる。悪いが、ここは君に任せるぞ。任せておけ、ラスティ。領域外離脱した。ここからはおとり抜きだ、621。ウォルタ、大丈夫だよ。ラスティの信頼に応えてやるぜ。いってちょ、すげえ食らった。リペア機、ガンツ。これ、ミサイルのダメージ入ってる？入ってないな、ジャガーノート。体当たりが痛すぎる。いかにして裏に回るかっていう話なんだよね。こいつ旋回性能高いな。ちょっと待ってよ、どうやって後ろに回り込むかっていう話なんで、やっぱ端っこでこうに。何？何もの。え、ちょっと待って、ちょっとね、何やるの僕。地雷？何あれ。そんなんありかよ。お、なんだそれ。ちょっと待って、ラスティごめんって正面から怒らないで、ラスティ。ここは君に任せるぞ。うわー、食らったか。領域外離脱した。あの、でもタックに合わせたよね、早く回るなら。残り 30%。 体力危な。あ、出産してる。後ろに回り込むと出産型地雷来るね。まあそらそうか、後ろに備えなきゃいけないもんな。このジャガーノートもジャガーノートでね、切り込むのは横からがいいのかな。残り 30%。 めっちゃ体力減ってるよ。出産型地雷食らってんな。いや、ジャガーノート強え。ここだよね、チャンスはね。あのこれ左肩、あれ産みながら走ってんだね。ダメだ、シールド相手にブレイブすら効かない。産んでる。残り 30%。 いや、出産いて、産みの痛み、これやばい。危ねえ。これ常に空に浮いてないとダメなぐらいだな。まあでもそこは軽量テクのねえ。残り30%。クソが見せどころだよって言おうとした瞬間、突撃が来た。あ、タックルが痛すぎる。うん、注目した。前段発射、発射、離脱しろ。危ない、海の痛み。 AP が全然ない。あー、まあまあ、そう、ボタン押し間違っちゃダメよ、この子に呼んで。どう後ろに回るかなんだよな。真上はどうだ。よし、いや、 30% ある。勝てる勝てる。なんかあいつ混乱してるぞ。さすがにやばい、海の痛み。くー、100しかない体力か。どこ行くんだお前は。くらえ、もう一つ全部叩き込め。落ちろ、ジャガーノート。なかなかの猛者だったぜ。ジャガーノートの撃破を確認。危なすぎ。壁越えは成功だ、621。もうラスティと言ったか。満身創痍だよこれ。正体に気づいて。正体。え、何正体って。気にするな、多少のことは織り込んである。そう、脳みそが焼かれた強化人間だってことがバレてるってこと。え、でも記憶がないんだよね。なんだ正体って。てか大丈夫か、この調子で。この先綱渡りみたいな勝利だったもんね。はい、ラスティかな。
あ、ラスティだ。戦った縁だ。一つ伝えておこう。ラスティ好きなんだけど。壁越えでアーキバスは褒めてくれるから。君を捨て駒にするつもりだった。何？独立傭兵には梅雨払いだけさせ。いやまあ傭兵の扱いってそんなもんだよな。制圧する計画だったのさ。うん。ラスティはなんでそれを壁は落ちた。教えてくれんだろう。上の連中も君の名を覚える気になるだろう。この私と同じように、ね。あ、そうなんだ。ラスティも傭兵出身なんだ。へえ。え、じゃますます好感持てるじゃんラスティ。好き。あ、新しいこれパルスシールだ。パルスバックラーだって。イニシャルガード持続時間長く安定して敵弾を相殺できる。なるほど。足は？足とジェネレーターが今問題なんだよね。あ、足！あ！四脚だ！あ、タンクもある！いいじゃん。いや、僕ね、なんかね、逆足二足ね、どっかで、ああ、もうこれ無理っすってなってね、最終的には四脚でやってるような気がするんだよね。タンクはね、なんかね、やっぱ、なんだろう、やっぱロボットっぽくなくなっちゃうんさ、タンクになると。もう戦車じゃんだって、これは。上半身がついた。だからね、僕ね、やっぱ足はね、つけておきたいんだよね。さあ、それでは次のミッションに行く前になんですけれども、あのね、見逃してた。新しいブレード来てました。レーザーブレード。VCPL の開発したレーザーブレード。安定したレーザー制御により強力な EN 斬撃を繰り出す。チャージもありなんだ。わぁ、チャージのあるブレード。難しそうだなぁ。まあでも、ねえ、せっかくの新しいブレード、使ってみたいよね。チャージかぁ。いや、どんな感じなんだろう。じゃあ、早速、実戦で試してみますか。まずは、戦闘ログ回収から行こう。これなんかね、出てきそうな気がするもん。こっちはこっち、時間制限あんだよな。もう全部、生半可じゃないね。ベイラム系列企業から依頼が入っている。ベイラムはあれなの？壁が落ちたんだけどさ。ベイラム同盟企業。ダーフォンからアーキバスが落としたじゃん。我が方はアーキバスの強化人間部隊、はい、ベスパーについて調査している。あ、え、強化人間部隊はその第四隊長ラスティ。ラスティに対象が壁越えにて進行した領域を洗い、あー、なるほど。残骸から戦闘ログを回収してもらいたい。あ、じゃあ逆側からってことか。これ逆側を調べるんだ。現在アーキバスが掌握。そうだね、当然アーキバスが MT 部隊が駐留する調査拠点となっている。そうだよね、まあ当たり前だよね。アーキバスのものになってるよね、壁はね。主力が配置替えを行う感激をついて決行されなければならない。これいつラスティが敵対すんのかな。十分な件数のログを回収する。これが今回の依頼内容だ。これさあ、ガンズ13レイブン迅速な水泡を期待する。あ、そうか。ガンズのナンバーもらってんだ。アーキバスとベイラムとそれぞれのルートあるな、間違いなく。この様子だったらね。あと解放戦線、まあ解放同盟がまだミッションが来てないんだけど、依頼がね、多分そのうち来だすんだろうな。621、そろそろルビコンにも慣れてきた。慣れてきたよ。たまには打ち合う以外の仕事もしておけ。いやでも打ち合うんでしょ、知ってるよ。ウォルター結局打ち合うことになるからね。メインシステム戦闘モード起動。戦闘モード起動しとるやんけ。ミッション開始。結構短いね、4分って。周辺の機体残骸を探り、ベスパーいるじゃん。ラスティとの戦闘ログを回収しろ。ブレード、あ、横投げなんだ。いますよ。結局戦闘じゃない。でも、これ違う。あ、これだ。それだ、621。解析はこちらで。周りで戦いつつ、あ、もうすぐ回収できるんだ。なるほどね。文書データ、枯れゆく井戸。残骸から抜き取った文書データ、パイロットが非番の折に残した口述筆記だろうか。ガリアで見つかった井戸も時期に枯れそうだ。コーラルは昔のように多くは取れない。ようやく取れても企業にかすめ取られる。コーラルがなければミールワームが育たない。今日も子供たちが飢えて死んでいく。なるほど。これ、それか、灰かぶりと我らありの、ってことだよね。いや、もうすげえ切羽詰まってんじゃん。
これだけ見ると状況の裏取り程度にはなるだろう。企業めっちゃ悪いことしてるのかあるよね。あとはどこにあるこれ。なんで今ダッシュすげえ速いんだけど、えあれ他になんか変えたっけ。ブースターとか変えてないんだけど、あれか、なんかすごいダッシュが速い。ログを解析する。はい、よし。いやごめん、なんかせかしちゃった。ウォルターをシステムログ、一方的な戦闘、残骸から抜き取ったシステムログ、機体の制御状況が確認できる。 FCS がフル稼働していた形跡が見られるが、まるで敵影を捉えていない。ラスティ、ベスパー第4隊長ラスティの速度に翻弄された極めて一方的な戦闘だったようだ。やっぱ強えんだなラスティね。ベスパー砲の実力を示す情報にはなるだろう。なるね。なんか動きがキビキビしてんだけど、あれあとどこにあるんだログは。これ多分市街地だよね。外には出ないような気がするんだけど、これ下に行くのかな。この下にどうなんだろう。あー行きそうだな。あなるほど、あの煙吹いてんのはそうか。所属不明 AT。 いやこれいったちょっとこんな MT ごときに。これで3つ。あ上にいるね。スティールヘイズ、あーラスティね。シュナイダー製高機動フレームを軸に手数や速度で優れる武器が傾向されている。ラスティはベスパー部隊では通常運用されない実弾兵装も使いこなしているらしい。あ、そのベスパー部隊っていうのはエネルギー武器がメインなんだ。あ、あれだね、最後のやつ。調査対象の蒸気構成が。これさ、これでさ、ラスティのさ、アセンブリー分かったりしないのかな。ねえ、ラスティのアセンブリー分かるんだったら、なんかそれに戦いたい感はあるよね。なんちゃってラスティでさ、偽スティールヘイズで戦いたいね。チャージブレード解析していくぞ。チャージブレードなかなかできんな。通信記録、同志との会話。残骸から抜き取った通信記録、作戦開始前に交わされた同志との会話のようだ。ベスパー上位にかなうわけがない。死んだな俺ら。でもツイイーが非番だったのは良かったよ。みんなの妹分だしな。あの子は戦場に出るべきじゃない。ちゃんと恋をして幸せな家庭をさ。うわぁ、これ復讐に燃えるツイイー出てくるでしょう。おーすごい。え、いや価値あるってツイーって名前が分かっただけでもさ、ウォルター人の心持とうや少しは。え、終わり。ちょっとブーチャージしたブレードがすごくてさ、今さ、あエネルギー不足になっちゃった。これすごい。戦闘は回避するか、手早く終わらせることだ。あれまだなんか、あれかっぽいね。エントログあれ4つじゃん。あれ5つ目あった。なんか来た。これで貢献。なんか来た。ちょっと焦って名越しちゃった。やばいやばい。じゃあ焦るとボタンがおかしくなる。チャージブレード、まだ生きてる、まだ生きてる。生き残りがいた。ほら、そろ。映像記録、敵機との通信指向。あ、ラスティと話をしようとしてたんだ。残骸から抜き取った映像記録。ベスパー第4隊長、ラスティとの交戦中に、通信の接続を試みていた形跡がある。何を考えているんだ。俺は見たんだ。これ、なんて読むんだっけ？これ出てきたよね？この、なんだっけ？ダーハムだっけ？あいつがなんか言ってたよね？このなんとか死爵のファイル、俺は。なぜこんなことを。なんだこれ？ファイルを俺は。どういうことなんだろう？興味深い内容だ。よくわからん。高値がつく可能性がある。まだなんか、
ありそうだな、まだ。多分見逃してんのあんだろうな。あ、ここ。いや、多分市街地になんかあったんだな。あ、勝手に4つだと思い込んでたけど。ち？あ、ある。2つある。そこの AC。はい。あ、出た、つい。お前か。復讐に燃える女ツイ。ハイオ先生の生き残りか。時間がない。相手はすぐここまでだ。いた。まもなくアーキバスの主力部隊が戻ってくる。これだけ回収すれば十分。いやツイ、いや十分じゃないでしょ。6人1、仕事は終わりだ。いやツイート。構成したいな。せっかくだからね。この子を救ってあげたい。ダメなのかウォルター。ちょっとこの調べ残し気になるな。新着メッセージ2件。2件。はい。え、もしかしてバレた？ラスティに。ガンズサーティーンレイブン。はい。貴様の働きでベスパー4の情報が多少は集まった。ミシガン総長にも報告しておこう。やっぱ最終的にはバチバチに自己紹介がまだやり合うのかな。俺はコールサインガンズ6レッド。ガンズ6レッド。精鋭部隊レッドガンの末席に名を連ね、貴様のような独立傭兵の相手をしている。ああ、なるほど。採用担当的な。使い倒してやるから覚悟しておけ。人事担当的なポジションなんだね。ガンズ6レッドは。あ、エンブレムいただいた。でもなー。いや、企業の犬になり下がるつもりはないんで。登録番号、あ、オールマインド。RB23。識別名、レイブン。あなたの実績情報が更新されました。はい。実績情報。機体 OS に対する強化権限が付与されます。もう一点。はい。ちょっと待って、機械。オールマインドは何今の。あなたを戦闘技能検証プログラム、アリーナへと招待することを決定しました。これ、対人の。アリーナは登録傭兵の技能向上支援を目的とした。アリーナって仮想戦闘シミュレータです。ルビコンにおける傭兵の格付け、それを測る一つの指標となるでしょう。そう、アリーナランクってあるんだよね。ふるってご参加ください。いやでもな、オンラインやる勇気ないんだよな。いや根性なしだからさ、僕さ。いや、アリーナはなあ。でも登録された傭兵機体情報を元にして再現した AC と仮想戦闘か。あ、じゃあ対人戦ではないんだね。アリーナってさ、あの前の作品も、あ、あるじゃん、ガンズ6レッド。あ、インデックスなのもいる。これ何？インビンシブルラミーって。ドーザーの一派 RAD の構成員。多くのドーザーがそうであるように、コーラルドラッグの乱用による酩酊状態にあるラミーは、自分こそ無敵であるという古代妄想に取り憑かれている。むちゃくちゃ言うな。どれだけ撃破されても翌日には忘れているため、死なない限り彼の無敵が失われることはない。いやもうダメな人じゃん。あ、なんだこれ、対人なのかと思ったら、そっか、過去作あったよね、確かに。アリーナってね、インデックスダナムね。ダナムってこれ、あ、でもそっか、その再現したデータだから別にその人が乗ってるわけじゃないんだね。ガンズ6レッド。これ AC のさ、機体名があるのいいよね。マッドスタンプ、バーンピカックス、ハーミットってね。せっかくだからガンズ6レッドと戦ってみようか。対戦かもしれない。すいませんでした。あ、じゃあまずはインビンシブルラミーと戦わなくちゃダメなんだね。あ、まあ、とりあえずラミーとじゃあ一戦交えてみようか。アリーナも楽しみだな。検証プログラム、アリーナへようこそ。かっこいいな、黄色い機体ね。え、目立つ機体ってやっぱかっこいいな。最初の対象は AC マットスタンプ、識別名インビンシブルラミー。識別名があんのいいな。僕も識別名つけたいな、機体に。検証を開始しますね。え、あ、どっかでつけられるのかな。メインシステム戦闘モード起動し、じゃあ行くぜラミー。両肩のミサイルが火を吹くぜ。おお、飛ぶね。すごい飛ぶじゃん。
ちょっと待って。ラミンややこしい、上下に動いて。キーフィット、なんだラミン。なんか今、え、なんだ今のヒュイーンって音。チャージブレード、あ、そっか、この状態になったらブレードだけど、どこ行った。いや、ラミーのこの立体軌道ややこしいな。距離を取った方がいいのかな、ミサイルとか遠距離メインだと。でも切り込んでやっぱブレードでやりたいからね。むしろ、うわ、殴られた、な、ちょっと、えすっごい殴られたよ。ちょ、脳震盪起こしちゃった、ムチ打ちになっちゃう、首が。どん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 弾をぶっ込んで、その、あ、オーバーヒート状態したらダメだね。オーバーヒートブレイクっていう、なんか言い方あったよね。目標の撃破を確認、検証を終了します、お疲れ様でした。いやー、でもなんか普通に失格の烙印押されそうなぐらい手こずったなラミーに。大丈夫かこの先、不安しかないんだが。ベリファイド。いや、これ2分はかかりすぎだよね、絶対ね。こんなんできる人なら15秒ぐらいでノックアウトしそうだよな。何 OST チップって。なんかもらったんだけど。あ！あ、エンブレムももらえるんだ。OS チューニング。これね、所持している OST チップ。あ、ここで使うんだ。機体 OS を強化し、機能の解禁や性能の向上を行うことができます。へぇー。OS か。ブーストキック。あったこれ。なんか、ツイッターで見た。これめっちゃいいんだよね。ブーストキックって。なんかさ、相手を、その、なんだっけ、ノックアウトの状態、なんていうか忘れちゃったけど、あの状態にして、アサルトブーストして、このブーストキック叩き込むと、その状態が長くなるとかね。見たよ、これ。マニュアルエイムか。マニュアルエイムは無理だろ。シンプルに無理だろ。当たる気がせんもん、本当に。とりあえずブーストキックやってみよう。クイックターン。これもやってみますか。まずはクイックターン。あー、なるほどね。あー、なるほど。これ、この、おお、ボタン押しっぱなしでもクイックターン結構してくれるね、くるくると。なるほど、条件が整えばクリーンって言ってくれるんだ。まあシンプルに機動力が上がるからいいけど、ちょっとさ、これの感度を上げたいなっていうのはシステムからできんのかな。カメラ、あ、カメラ速度これか。あ、ね、さっきのさ、ラミーとの戦いついていけなかったんだよね。これぐらいでいいな。酔いそうだけどね。で、ブーストか。お、飛び蹴りあ、本当に蹴るんだ。なんか、あの、武藤敬司のシャイニングウィザードみたいな感じでさ、膝蹴りガツンってかますのかと思ったけど、本当に蹴るんだね。ライダーキックなんだ。ちょ、さっきのさ、ミッションで気になったのが、ツイ E だよね。バトルログノットコンプリートってなってんのは、そのツイイーがバトルログの対象なんじゃないかな。ということで、改めて行ってみましょう。見えてんだよ。違う。あれ？あ、いるね。あれ、そうか。これ違うんだ。あれ？これツイイーだったっけ？脱出した兵士、残骸から抜き取ったシステムログ。機体が受け付けた操作状況が確認できる。攻撃や回避に関わるレコードが一件もない。どうやらこの機体のパイロットは作戦開始と同時に脱出すれば引いたようだ。え？っていうのは脱走したってこと？なのかな？なんだろうね、作戦開始と同時に脱出すればって。おかしいよな、明らかに。なんだろう？売れる情報ではないな。別にそんな価値がある情報では確かにないね。あ、で、これがツイイーなんでしょうね。あ、来た。私たちの同志じゃないね。あ、あいついきなりバズーカぶっ放し殺意だけな。あ、キックいける。キック。あ、ダメだ。目標と強い優先しろ。
はーい。パルスシールド今出したね。あ、でもちょっとキック難しいな、当たらん。いや、つい若いって言ってたもんね、少女って。そうか、いやでも死んでほしくはないな。結構強いぞ、普通に。めっちゃ切る。バズーカの殺意が高いな。ちょ、これブレード融通効かないな、チャージすると。いや、僕さっきまでのブレードが良かったな。よし、あっ、死んじゃうの、つい。うわー、アーシル。なんだアーシルって。残骸から抜き取った通信記録、ヴェスパー第4隊長ラスティの暗号通信を解析しようと試みていた形跡がある。時が来たら、ファーロ、まあ名前だよね、が、エルカのなんとか技術を、なんだ、備えるかな。それで、ん？確実となければ、なんだろうね。え？内通してたってこと？ラスティに。撃破を確認した。なんだろうね。いや、でも、おかしくはないよな。621。でも、ついにこれで、死んじゃったんかな。ログハントプログラム進捗したわ。だ、これでバトルログが回収されたってことは、やっぱツイーなんだね。いや、でもそのバトルログをさ、回収するために、ああいうちょっとしたストーリーが入ってるっていうのも、なんか嬉しいよね。でも C か。C は普通に落第点なんだよな。まあ、できればね、全部 S にしたいけど、まあまあまあ。それはおいおい、一人でコツコツやっていきましょう。さあ、ということで、はいかぶりて我らあり、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。